はい、皆さんこんにちは。ベーシストのブンです。普段は岡山の秘密基地で初心者の方向けに音楽レッスンをしています。今回ご紹介するのはこの方です。はい、日向秀和さん、通称ひなっちです。ひなっちはよくベースヒーローと呼ばれています。その理由を僕なりに分析していったところ、大きく3つの側面があると思ったわけです。それが音色面、グルーヴ面、そしてフレーズ面です。まず音色なんですけど、そもそもとしてベーシストなら誰もが素敵な音色で弾きたいと思ってると思いますし、その定義はもちろん人それぞれだと思うんですけど、おおよそ誰もが通る道として低音感と音程感のバランスは誰もが日々試行錯誤しているわけです。というのも、低音感が出すぎると音階が分かりづらくなるし、かといって音程感が出すぎると相対的に低音感が減ってスカスカな音になってしまうからです。その上でなんですけど、ひなっちの音色はそのバランスが絶妙で、そのポイントの一つにレンジの調整があると思います。このレンジというのは気温が及ぼす倍音の範囲と、ざっくりそう思っていただければと思うんですけど、めちゃくちゃ簡単に言うと、気温っていうのは感覚的には聞こえてくる音そのもののことで、倍音っていうのはその聞こえてくる音が実はほんのりまとっている、例えば2オクターブ上とか3オクターブ上とか、そういった音になります。そしてそのまとう音が多くふくよかに聞こえる音を広いレンジとか豊かな倍音とか言って、ひいては音の厚みにもなるわけです。一方でこの倍音が豊かすぎた場合、一番聞こえやすいはずの気温が相対的に埋もれてしまって音程感が減る側面にもなるわけです。そこでひなっちはこの倍音を減少、つまりベースのレンジをわざと狭めて気温を相対的に大きくすることで、それがあのちゃんと聞こえるベース音の一因になってるわけです。そしてその上でベースの弾き方とかで音の太さもしっかり担保していて、その太さと聞こえやすさ、つまり低音感と音程感が絶妙にバランスを取っている側面もあるわけです。続いてグルーヴ面なんですけど、このグルーヴっていうのは料理でいう美味しさみたいなことで、あなた自身がそこに解があるとか、またリピートしたいとか、そう感じたものであればどれもが正解、つまりグルービーなわけで、その形は決して一つではないんです。その上でひなっちのグルーヴの凄さはどこにあるのかというと、その一つに句読点があると思います。これは言い換えると、その区切り方は小気味いいですかっていうことになります。これはそれこそ読書なんかがそうだと思うんですけど、もし仮に句読点の位置や単語の区切りを把握できていないと、開業ごとに一息入れることになってしまったり、変な間が空くことになったりして、その結果おじいさんはかわえしばかりに行くみたいなことになって、言う側も聞く側もしんどいわけです。これつまり開業はあくまで構成上の都合でしかないわけで、もしも句読点の位置や単語の区切りを正確に把握しているなら、開業でいちいち止まらずに次の区切りまで見越した上で進めるし、その結果スムーズなコミュニケーションも可能になるわけです。じゃあ演奏でいう句読点は何かっていうと、その一つにアクセントがあると思います。これざっくり言うと、もし1拍目にアクセントが来る感覚の演奏ばかりだと、4拍目の終わりでたびたび開業している感覚にもなり得るわけです。でもそうじゃなくて、小節線を越えて例えば次の小節の数拍までをワンフレーズと、そう捉えることでイントネーションにつながりが生まれやすい、そういった側面があるわけです。ここでさらに個人的にひなっちがすごいと思うのは、句読点を置くまでのフレーズの長さが多種多様なところで、例えばそれが4拍目から1拍目だったり、あるいは2拍目裏からスタートだったり、それはもういろんなところから感じるわけで、そんな開業のタイミングがあの独特な歯切れの良さやテンポ感の推進力へとつながっているように思うわけです。しかもこれがライブになると、ひなっちはあれだけ暴れながら、それでもなおこのグルーヴをキープしているわけです。このグルーヴとパフォーマンスの関係については、以前このチャンネルの山口達也さんの回でもお伝えしたんですけど、動き回りながら演奏する場合、
ベースは上下前後にぐらつきやすくなるわけです。それはつまりベースの弦と指の第一関節との位置関係が不安定になることを意味して、音色やグルーブにばらつきが出る、そんなリスクもあるわけです。でもそうならないようにベースを常に同じ位置で構えることで、位置をしっかり固定しつつ指先のニュアンスもおろそかにしない、このあたりのさじ加減が見事なわけです。そんな音色とグルーブがもたらすもの、それがあの多種多様なフレーズだと思います。というのもひなっちのフレーズはとにかく遊び心にあふれていて、逐一有機的な説得力にあふれています。個人的に特に好きなのがきらめきの花の A メロなんですけど、ベースが鳴るのはほぼ2拍目と4拍目だけで、1拍目と3拍目はほぼ休符なんです。通常ベースラインは音を1拍目に出すことでコード感とテンポの基準をバンドメンバーに提示する、そんな役割もあります。そしてそのことによってベースを弾く自分自身もその速度や現在地、そしてその先の経路に対して安全運転を担保しやすくなる、そんな側面もあるわけです。ところがこのフレーズはそんな1拍目を丸々抜いているにもかかわらず、ちゃんと心地よいポイントにベース音を置いてるんです。これには以前このチャンネルのケンケンさんの回でもお伝えしたバックビート、すなわち2拍目と4拍目に重心を置く、そんなリズム感がしっかりしてるからこそだと思うわけです。そしてこのフレーズ面で驚くべきは、その多くをアドリブで作っているっていうところです。ここがすごいのはアドリブなのにずっと聞いてても飽きが来ないっていうところなんです。というのもアドリブはネタの引き出しやストックの数が少ないと間が持たないからです。例えば会話でも当然コミュニケーションは相手によって正解が違います。もし相手が物静かな方なら喋る頻度を下げた方がいいでしょうし、反対に陽気な方ならガンガン喋った方がいいとも思います。けれども中には口数は多くないけど人の話を聞くのは好きな方とか、まさにいろんな人がいる中でどんな会話が盛り上がるのかも相手によって違うわけです。言うならばひなっちはどんな話題でも喋れる人、すなわちどんなジャンルでも演奏できる人であり、相手がどんな性格であってもそれに合わせて会話ができる、すなわちどんな音圧や速さでも演奏できる、まさにコミュニケーションの達人のようなベーシストで、だからこそバンドに限らず様々なプロジェクトに参加されている、そんな売れっ子なんじゃないかって思うわけです。このコミュニケーションの達人、つまりモテる人に関しては、以前このチャンネルの亀田誠二さんの回でもお伝えしたんですけど、相手の嫌がらないギリギリをつくのがうまい、そんな側面があると思います。つまりきらめきの花の A メロもたとえアンサンブル的に重要な1拍目を抜いたとしても、他のバンドメンバーはリズムやコード感をキープできるはずだと、そんな相手の器を信じた上でのギリギリを攻めてる感じがするわけです。そんな音色、グルーブ、そして多彩なフレーズを持つひなっちはつくづく天才だなと思うわけです。ここで言う天才っていうのは、遊ぶように練習できる人、そして理屈よりも先に体で覚える人と、そのように定義しています。そもそもひなっちは中学1年生でベースを始めるんですけど、ご本人曰く耳コピはなぜかすんなりできた、最初はタブ譜を追っかけていたけど耳で聞いて覚えた方が早かったと、もう初心者の時点で才能が開花していると思うんですけど、さらにここから1年後には買ってもらったリズムマシーンでドラムを全部自分で入力して、そのドラムに合わせて練習していたとのことで、つまりひなっちは理論やコツを使った効率的な上達の最短距離なんて考えてなくて、ただ夢中で遊んだ経験が何よりの練習になったわけで、まず経験することの大切さがそこにあるわけです。そしてその上で学生時代から様々なバンドを掛け持ちしつつ、時に遭遇する失敗や困難もゲーム感覚でクリアしていった結果、持ち前の人としての社交性にプラスして音楽的にも誰とでも連携できる社交性、つまり音楽的社交性も身につけていった側面もあると思うわけです。そんなひなっちはインタビューでこんなことも言われています。
俺たちの時代でベースが一番かっこいいという価値観を作り上げてきた。これは音楽の歴史を考えた時、かつてのベーシストの役割はボーカルやギターの下支えが中心だった中で、それが現在になるとベーシストもお客さんを直接的に感動させる、そんな時代になったわけです。その基軸にあるものを大きくくくった時に、伝わりやすいメロディックなフレーズ、そしてその前提となるバックビートを軸としたリズム感があるように思うわけです。例えばジョジョの奇妙な冒険っていう漫画で人気のキャラクターであるブローのブチャラティは敵に対してこんな名言を残しています。任務は遂行する、部下も守る、両方やらなくっちゃならないってのが幹部の辛いところだな。覚悟はいいか、俺はできてる。これは普段から行動と信頼を積み重ねている、いわば頼れる人じゃなければ似合わないセリフなわけです。そう考えるとキナッチは誰とでもスムーズに連携できる上に、ちゃんと自我の香る仕事ぶりで、かつ圧倒的な実績と実力を持つまさに頼れる人で、だからこそメジャーシーンの最前線にベースヒーローとして君臨していると思うわけです。客は感動させる、グルーヴも守る、両方やらなくちゃならないってのがベーシストの辛いところだな。覚悟はいいか、俺はできてる。秘密基地の文でした。